京菓子業界ではおかみと名乗ったのは私が初めてです。酒蔵のルールを破ってでも新しいヒット商品を作りたかったんです。新風を吹き込み老舗を立て直した敏腕おかみたち、今回は伝統の殻を破り新たな道を切り開いた女性たちのもしまねポイントに迫ります。もしものマネーのもしまね。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず一人目は老舗和菓子店笹屋いよりのおかみ田丸美幸さん。何代続いてるんでしょうか。はい、10代続いております。八代将軍徳川吉宗の時にのれんを上げさせていただいております。1716年ですので今年で308年になります。308年。はい、そんな江戸時代からの歴史を持つ笹屋いよりの看板商品がどら焼き。知らんかった。ドラの上で焼いたことから名付けられた長年愛される銘菓。ドラそっから来てんの。他にも大納言小豆を羽衣のような餅で包んだ長福寺餅などこだわりの和菓子がずらりと並びます。おかみさん、こちらのお生まれなんですか。いえ、私は実は大阪生まれ大阪育ちでこちらにはお嫁に参りました。なるほど。玉残しってやつですかね。そうなのだったらよかったんですけれども、私が嫁ぎました時はちょうど経営状態が非常に厳しい時でした。1967年大阪の東住吉区で生まれたみゆき。大学卒業後は証券会社、中学校の教師、秘書と様々な仕事を渡り歩いたが、どれも自分にしっくりこず、本当に自分に合った仕事を模索するようになる。この先何しよっかな。そんなみゆきに運命の出会いが訪れる。それは先輩に誘われた食事会でのこと。今日来る人って何してはる人なんですか。京都の和菓子屋さんの息子さんやねんけど、まあ年もだいぶ上やし、お店も今あまり景気よくないみたいね。和菓子屋さん、まあ適当に話合わせといてくれたらええから。はい。そう先輩に言われ軽い気持ちでいたみゆきだったのだが。こんにちは。こんにちは。はじめまして、田丸と申します。その考えは一転した。あれあれ、この人私のドストライクやん。まばたき、いや素敵と思って、びっくりしました。その和菓子屋の若旦那というイメージではなく、すごくスポーツマンっていう感じでしたので、ほぼ一目惚れでした。へえ、中学校の先生やったんですか。でも私の英語では1年生を教えるのがやっとで。でも人に教えるなんてすごいことですよ。尊敬します。いえ、そんな。この人なんて話しやすいんやろ。なんか包容力もあるし素敵やわ。みゆきと同様にどうやら道也もみゆきに好印象を持ったようだった、そしてみゆきさん、僕とお付き合いしてもらえませんか。その日にいきなりお付き合いしてもらえませんか。はい、横におんのに。ぜひ横に友達おんのに。その日のうちに交際が始まった。流行らないですか。そうですよね、ほぼ結婚もう前提という感じでお付き合いがスタートしましたので、今から思ったらご先祖様に呼んでいただいてたんかなっていう感じです。そんな二人のスピード感は凄まじく。みゆきさん、僕と結婚してください。4ヶ月。はい、ぜひ
なんと出会ってわずか4ヶ月でスピード婚、ね、こうしてみゆきは京都の老舗和菓子店に嫁ぐことになった。そしてこのみゆきという新風により、老舗笹谷いおりの運命が大きく動くことになる。ごめんな、優雅な暮らしさせてあげられへんくて。とりあえず最初はここで辛抱して。全然問題ないよ、一緒にいられるだけで私は幸せやで。そう言ってくれると助かるわ。暮らし始めた部屋は 1LDK、 老舗和菓子店の跡取りというイメージとは程遠い暮らしだったが、全く苦にはならなかった。いらっしゃいませ。そうしてみゆきも店を手伝い始めたのだが、そこで衝撃を受けることとなる。これいつもお世話になってるから、どうぞ。いいんですか？すいません、ありがとうございます。お母さん、先ほど山本様からこれいただきました。みゆきさん、まさかそれ一回で受け取ってへんやろね。京都では人さんから物もろうた時は3回は断らなあかんのよ。3回？そうなんですか。ありがとうございますとお礼した後、こちらの方がお世話になってますさかいに、そんなお心遣い結構です言うて3回断ったら、その間に雑談もできるでしょ。断るのはコミュニケーションを円滑にするためのあうんの呼吸なの。なるほどね。大阪出身で白黒はっきりさせたいタイプのみゆきには、この京都特有の文化が理解できず苦戦したという、うん、相手さんのことを思う気持ちがあってはっきりものをおっしゃらないですし、傷つかないように遠回しにおっしゃることが大阪育ちの私にはなかなか分からなくて、まあ、私も大変でしたけど周りの方も大変やったん違うかなと思います。そんな京都の文化に戸惑っていたみゆきであったが、だんだんと慣れてくると別のことが気になり始める。それは230円のお返しになります。ありがとう。伝統のある和菓子屋さんやのにお金を直接手渡しでええの？すり銭を手渡しすることはお客さんに直接触れる行為、本来の接客マナーには反するはずだった。さらに、ありがとうございます。はい、ありがとう。ちゃんと外まで出て見送らんと。あら、中途半端やな。あら、チャランポランさん。これらの接客は証券会社や教師として働いてきたみゆきにとって考えられないものだった。こんなんじゃお店の名前がどんどん落ちていってしまう。経営を立て直すんならこういうところからやわ。そこでみゆきの取った行動が。なあ、みちやさん、ん、接客のマニュアル作って社員研修したんやけど、ええかな。うちの接客はそんなにひどいか。お釣りは直接渡すし、見送りは中途半端やし、改善できるところはいっぱいあると思うよ。傾いた老舗の経営を変えようという真剣な思いを感じた道也は、よっしゃ、わかった、ほな君に任せるから徹底的にやってくれ。みゆきの案を承諾、バックアップすることも約束してくれた。こうして始まったみゆきの社内改革。証券会社時代に習った接客マナーを参考にマニュアルを作成、証券会社も社員に徹底を促した。対面販売で、お辞儀は90度の意識でやるように心がけてください。そうしたら自然と45度のお辞儀になっています。ありがとうございました。ありがとうございました。そして会計の場にはトレイを導入し、釣り銭にも気を配るなど
次々と社風を変えていった。ただそういうおかみさんの動きを古くからいらっしゃる方々どう思ってたんでしょうか、はい、まあ、古いお店ですので、私がすることっていうのはもうその先代がすることやっていうふうにもう周りは思ってくれてますので、ちょっと困るんですっていうようなことを言ってこられたっていうことはなかったですけど、順風満帆というわけではなくて、一回私がすごくあもう申し訳ないことしたなっていうような失敗がございまして、その時はもうさすがに職人さんの方もこれだけは譲れないということを言ってこられました。それはとある注文から始まった事件。披露宴の引き出物でございますか。ええ、僕もともと生まれが京都で、娘の結婚式の引き出物に京菓子を入れるのが昔からの夢やったんですよ、うん、それはおめでとうございます。 ありがとうございます。生菓子はどのようなものが希望ですか。そうですね、華やかな見た目の上生菓子がいいですね。かしこまりました。おいくつお作りすればよろしいでしょうか。62分お願いします。かしこまりました。結婚式はいつのご予定でしょうか。来月の第2週、4月の10日の日曜日です。東京でやるんで、前日の土曜日までに会場に届けてほしいんです。ではここで問題。この後、みゆきは人生最大の失敗を犯します。それは一体何でしょう。いや、これわかんないな、うん、生菓子って言いましたよね。はい、ジョー、はい、うち子供いますから、はい、3人ちっちゃい子いますから、うん、粘土みたいなんでよくあるんですよ。いろんな色しようとしすぎたら、うん、あれなんか全部混ぜてたら全部茶色になる。なるほどね。だから、うん、あんこと同じ色の茶色い、うん、華やかなお菓子にせい言うたろ、茶色いお菓子やになってしもう。なるほど、工夫しすぎて、いわゆるやっぱりその、うん、そんな気持ちの気持ちいうか、うん、お菓子をそんな遠距離まで、はい、いついつに持ってこい、うん、その移動時間考えた時に、うん、うちのお菓子はそういうところには持っていけませんという職人さんのこだわりがあった。 お店のこだわりがあった。もう一回作り直しさせてもらえまいんやろか。披露宴が台無しになるんです。テレビ大阪女性の未来を応援するウィークでは様々な取り組みを実施します。詳しくはウェブページをチェック。みゆきの人生最大の失敗、それは。結婚式はいつのご予定でしょうか。来月の第2週、4月の10日の日曜日です。東京でやるんで、前日の土曜日までに会場に届けてほしいんです。前日ですか。前日の土曜日、この納品日が問題。お、申し訳ありません、それは難しいかもしれません。生菓子は製造日の翌日までに召し上がっていただく決まりになっておりまして。お、そう、笹谷いおりでは生菓子はねっとりとした口当たりと上品な風味を味わってもらうため、製造日の翌日までに食べてもらうという暗黙のルールがあったのだ。あ、この場合、日曜日の結婚式の前日、土曜日に届けるためには2日前である金曜日に生菓子を作らなければならなくなる。なるほど、うん、はい、分かってるんです。でももし土曜日に発送してもらっても当日に間に合わなかったら元も子もない。来てもらったお客さんには僕の方からちゃんと説明しますから、なんとかお願いできないですか。そうおっしゃられましても。みゆきが何と説明しても一歩も譲らない男性客。あまりの熱意に最初は断っていたみゆきだったが、風味を多少犠牲にしてでもこの人の夢を叶えてあげた方がええんとちゃうか。わかりました、なんとかさせていただきます。なるほど、
この一言が。ほんまですか？うわー嬉しい、ありがとうございます。これで夢叶います。職人の了承も得ず独断で引き受けてしまう、これが最大の失敗。こだわりありますね。職人さんもそうですし、先代の許可も主人の許可も誰の許可も取らず、もう本当に勝手に、うん、お客様のためを思えばそれを聞き入れて差し上げることがいいのではないかと。嘘はつけないから誰からも聞かれないようにしようと、誰も私に喋りかけんといてって言いながら、思いながら作業を一日してました。しかし結婚式の2日前、よっしゃこれで最後、あとは私が発送しておきますので。本当にお疲れ様でした。これで明日の披露宴に間に合いますな。明日は土曜日。和菓子の完成と同時に緊張の糸が緩んでしまったみゆきは、あら披露宴実は日曜日なんです。思わず真実を言ってしまう。だいぶ緩みましたね。すると若奥さん、それはあきまへん。せっかくの引き出物が加藤加藤なりますぜ。多少風味が落ちるのは分かるんです。でもどうしても間に合わせないといけないんです。いやこればっかりはあきまへん。うちの生菓子で夢叶う人がいるんです。お願いします。そこからみゆきがいくら説得しても黙って首を縦に振らない工場長。配送の集荷が来てもその状況は変わらず。お菓子が間に合わへんかったら披露宴が台無しになるんです。若奥さん、明日もう一回作り直しさせてもらえまへんやろか。土曜日に作る。まさか今日作ったお菓子全部破棄して一から作るんですか。ええ、東京のお客さんに京都のお菓子は大したことない言われること思ったら、こんなことぐらい朝飯前です。感動しますね、うん、これまで自分がすることに一切口出ししてこなかった工場長の和菓子に対する強い思いを垣間見たみゆき。私はお客様を第一にの意味を履き違えてたのかもしれへん。笹谷由衣の職人たちのお客様第一主義っていうのは、いかにいい状態でお客様のお口までお菓子をお届けする、でそういった状態のお菓子を召し上がっていただくことがお客様第一主義やっていうことだったんですね。みゆきは東京の男性客に謝罪の電話を入れた。するとうちの娘の結婚式にそこまで真剣になってくれはるなんて。わかりました、明日発送していただいたら結構です。もし間に合わんかったら僕が一軒一軒回ってお客さんに責任持って届けます。すみません、ありがとうございます。翌日作り直した上生菓子は無事に披露宴会場に届き事なきを得たが、みゆきにとっては笹谷伊織が何によって支えられているかを知る機会となった。私にはこの人たちとお店を守る使命がある。そこからみゆきは10代目おかみを名乗り、メディアに積極的に露出して京菓子文化やおもてなしを伝える講演活動を開始。これは
女性が表舞台に出ることがなかった京菓子業界では初めてのこと。みゆきは公に女将と名乗った初めての人物になった。表に出ることに対して抵抗はなかったんですか？はい、いやものすごくありました。京菓子業界で女将と名乗って私が表に出るということがのれんの価値を下げてしまうんじゃないかっていうのはすごく悩みました。でもこうして表に出続けてるのはなんでなんですか？主人が後押しをしてくれましたのが一番ですね。何かあっても僕が守るからと。また惚れ直しました。そうですね、安心して、はい、よかったなと思いました。そんな女将みゆきさんが行った最大の改革が、すごいおしゃれなんか。こちらは和カフェでございます。和カフェ、カフェね、もう。そう、和カフェ。伝統和菓子を応用したスイーツを提供する和カフェを京都で初めてオープン。和菓子を好む年配層からスイーツ好きの女性や若者など幅広い層に人気なんです。そんないおりカフェの中でもこちらのお店限定で提供されているおかみの自信作が。お待たせいたしました、アフタヌーンティーセットでございます。和の笹谷いおりの和菓子をふんだんに盛り込んだ和のアフタヌーンティー。やはり気軽に和菓子を召し上がっていただきたいという思いと、お二人様分が入ってるんですけれども、同じ瞬間にゆっくりとした時間で召し上がっていただきたいなという思いで作らせていただきました。もちどらサンドというカフェで人気の商品、スモークウインナー、あんバター、白手棒豆のポテトサラダ風、3種類セットで1210円。はい、ポテトサラダと想像つかないですね。合う。あのね、このちょっとポテトサラダのしょっぱみと、うん、しっかりと一品になっている。なるほど、美味しいんですけど、はい、これ和菓子職人さん、まず最初の段階で抵抗しなかったですかね。ウインナーやなって飽きまへんって、これ笑ったのかどうか、ねえ、ねえ、なんか、おかみさん聞いてます？これ最初すぐすんなり OK されました、職人さん。カフェの女の子が作ってますので、うん、職人さんではないのでセーフ。なるほど。そっか、ベテランの職人さんには内緒にしてね、内緒にして。そんな笹谷いおりの敏腕おかみ田丸さんに共鳴し、公私ともに付き合いがある人物、それが、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2人目は西山酒造場の西山桃子さん。1849年創業の老舗酒蔵でおかみを務める西山さんも、伝統の殻を破り新風を吹き込んだ女性なんです。笹谷いおりのおかみさんとご親交があるんですか？はい、もうみゆきおかみとはすごく仲良くしていただいてて、境遇も似てますし、同じ伝統産業で、まあ、頑張る女性経営者として尊敬もしてるし、もうその存在にいつも励まされてます。ちなみに酒造じゃなくて醸がつくんですか？はい、西山酒造醸です。これどういう意味なんですか？西山酒造醸。そんなん知らん。それは知らない。月こんな回何回も潰れる危機にあった酒蔵なんです。私が嫁いできた時もすごい大変な時で、もう私は騙されたって言ってるんですけど、騙されて、はい、今日になってます。1975年大阪の堺市に生まれた桃子。しっかり者だった桃子は20歳で大手銀行へ就職。8年ほど融資課に勤めた後、自身が幼少期に患った病気の経験から看護師に転職。この頃に西山酒造場の跡取りである修造と出会い結婚。老舗酒蔵の跡取りにもかかわらず、修造は家業に入れと強いることはなかったというが。桃子、桃子。え？あ、ちょっと相談なんやけど。何かあった？うん、経理部門の番頭さんが急に辞めることになってな。銀行に勤めとった桃子やったら即戦力になるやろし、日に 2,3 時間でいいからちょっと助けてくれへんかな。そうなんや。酒蔵のお手伝いをお願いされた。あくまで新しい人が入るまで、そう理解した桃子は、うん、
わかった、それぐらいやったら手伝えると思うし。ここで初めて西山酒造場で働くことになったのだが、赤字？いや、赤字どころか、このままやったら会社潰れてまうやん。火の車ともいえる経営状況を知ってしまう。手打ちしてます？はい、手書きですよ。ここは今一体何時代な？数字強いんや、有志家やし。夫に頼まれ軽い気持ちで働き始めた桃子だったが、あのちょっといいですか？はい。取引先の3ヶ月分の売り上げ見せてもらってもいいですか？3ヶ月分ですか？はい。ちょっと待ってくださいね。数字強いんや、有志家やし。どこや？自分が営業行ってるとこの売り上げもわからんって、どういうことな？おい、桃子さんが売り上げ見たい言うてはるからちょっと出してくれへんか？はい、わかりました。じゃあ去年との対比もお願いします。はい。すごいプロですからね、その手の。あの、これもしかして手打ちしてます？はい。一個一個？はい。ああ。エクセルに計算式入ってないとか嘘やろ？どんだけアナログなんよ。そして挙句の果てには、あのすいません、はい、今月の給料振り込みたいんですけど、明細のフォルダってどこですか？明細のフォルダ、うちは手書きですよ。手書き？あ、そうなんですか。ネットバンキングとかあるこの時代に手書きで振り込み？振り込みは振り込み。ここは今一体何時代な？もう行ったらもうあれもこれもやることだらけで、もう 2,3 時間がもうその日家帰ったの9時でした。もう銀行員やってよかったと思いました。計算書見て、あ、これはまずいっていうのがすぐ分かる悲しさ、分かっちゃったみたいな。もうそこから知ってること、できることあったらどんどんいい方に変えていきたいなと思いました。こうして桃子はバブル時代の名残で散財されている経費の整理や売上の管理体制を構築する一方で、元銀行員のスキルを生かし銀行に融資の交渉をするなど、率先して財政面の立て直しを図った。しかし、これで倒産は免れるかもしれへんけど、黒字には程遠い。当時ワインやウイスキーなどの洋酒が台頭、国内では日本酒離れがどんどん進み、業界の売り上げは下降の一途をたどっていた。さらに、なんでこんなやり方しかでけへんねん。まだお前には分かりませんね、経験がないから。その考え方が古いって言ってるやろ。こんな売り方しとったら蔵潰れてまうぞ。お前にそんなこと言われる筋合いあれへん。なんでやねん。お前に何ができるんや。でもできるわいや。その頃売り上げの鈍化もあり、夫修造と父で5代目の雄三は毎日ぶつかっていた。酒蔵を守ってきたプライドがある雄三と、憧れの父が起こした経営不振に納得がいかない修造の間には大きな溝が生まれていた。伝統に縛られてる場合じゃない。なんか新しいことをしてでも変えんと。そこで桃子が次に取り組んだのが、まさに伝統を打ち破る改革。すごいな。もうこれからの時代、介入して日本酒を飲んでもらうべきは女性やと思うんです。はあ。まあ確かに桃子もお酒好きやしな。女性に買ってもらうためには女性の気持ちがわからんとダメでしょ。
だからこの酒蔵でも女性従業員を雇うべきだと思うんです。女性の職人な。元来酒蔵というのは女人禁制、170年以上の歴史を持つ西山酒造場もその伝統を色濃く残し、蔵人は全て男性だった。しかし桃子は新しいマーケット獲得のため女性の働き手が必要だと考えたのだ。どうですか？よし、わかった。あんたの好きなようにやりなはれ。え？あんたには世話になってるし、どんどん好きなようにやったらええ。桃子、信用されてたんでしょうね。わかりました。ちょっとまあ性格なんかもしれないけど、目の前にこうやったら良くなるのにと思うことがあったら、やっぱちょっと口出さないと無理な性分っていうか、もうちょっとこうやって良くなりますよ、こうしましょうって言って、いろんなことに、まあ、口を出し手を出しっていうのを始めました。こうして桃子はこれまでの縁故採用をやめ、日本酒に興味がある若い女性を積極的に採用、内側から女性の色を取り入れていった。すると、桃子さん、なんかうちのこと取材したいっていう電話かかってます。すごい。え？女性が多いってことで。はい。女性が活躍する酒蔵として、さまざまなメディアで取り上げられるようになり、西山酒造場の名が世間で知られ始めたのだ。土台はできてきた。あとは女性が喜ぶヒット商品ができれば。そこから桃子はこれまで決して踏み込まなかった商品開発に取り組むことを決意。お酒作りのことは全く分からんけど、そんな私やからこそ作れる商品が絶対あるはず。その思い通り、この後桃子はヒット商品を生み出すことになる。この前出張先でめっちゃ売れてる商品見たんやけど、びっくりしてな。何が？めっちゃ健康とか歌ってる飲むヨーグルトやってんけど、裏見たらどっさり添加物使われてて、ちょっとショックやった。この夫の言葉がもしマネポイント。それやん、うちやったらほんまに健康的で美容にもいい最高の飲むヨーグルト作れるんちゃう？確かに米麹使ったら砂糖なしでも甘さ出せるもんな。そうやん、甘酒とヨーグルトを混ぜた飲み物を作ったらええやん。そう、飲む点滴とも呼ばれる甘酒とヨーグルトを掛け合わせた画期的な新商品を思いついたのだ。ありそう。うん、飲んでみて。お、もらっていい？うん。わ、うまい。これいけるわ。子供だってお年寄りだって飲みやすいやん。私これ商品化したい。あ、でもあかんわ。酒蔵のご法度に手を染めることになるな。え？そうやんな。何やのご法度。ではここで問題。2人がぶち当たった酒蔵におけるご法度とは一体何でしょう？なるほど。お、まあ、そうさ、いきますか。ヨーグルトでしょ、うん、酒蔵に他の菌を持ち込んではいけない。酒蔵お酒の菌があるんで、はい、いわゆるヨーグルトでもビフィズス菌であるとかありますやん、乳酸菌とか、うん、あれを持ち込むとどんなになるんですか？もうそれはもう菌と菌でもう俺らも菌菌になってまうからねよくないだろ。それはやっぱりそれが実はご法度、味が変わってしまう。なるほど。小原さん。いや、私もお酒好きなんですけど、はい、日本酒って冷やも美味しいけど、うん、熱く捨ても美味しいと。なるほど。でもヨーグルトを入れると、うん、甘酒も熱くても美味しいし冷たくても美味しいけど、ヨーグルト入れると、うん、温めたら、
ぶっちゃけまずいでしょ。気持ち悪い。多分なんか想像つかない。ヨーグルトだから熱くできないから、うんうん、あかん。熱くできないもん作るのはご飯だよ。あかん。あかんだよ、熱くできるもんはということ。新商品として甘酒と飲むヨーグルトの掛け合わせを思いついた桃子だったが、ああでもあかんわ。酒蔵のご法度に手を染めることになるな。そうやんな。乳酸菌を酒蔵には持ち込まれへんわな。あ、当たった。そう、ヨーグルトといえば乳酸菌。菌の中でも強力な乳酸菌は酒造りで使う酵母菌と接触すると酵母菌に悪影響を及ぼすため、酒蔵に持ち込むことはご法度とされていたのだ。酒蔵の従業員たちはヨーグルトや乳酸菌飲料はもちろん、納豆やキムチも普段から食べないというほど徹底して乳酸菌を排除していた。しかしこればっかりはルールやからな。いや、ルールがあるってことはどこも作ってないってことやんな。うん、じゃあそれをやらんと絶対うまいことできる方法があるはず。事実は一つ、考え方は二つです。改革のためにはルールを破ることも必要。そこで桃子は早速行動に移す。甘酒ヨーグルト？あかん。でもどれ、はい、いいの？金絶対売れると思います。乳業メーカーに相談を持ちかけたのだ。いや、うちで酒造りで使う酵母菌は扱えないですよ、西山さん。それは厳重に管理して隔離しますんで。いや、そうは言ってもね、そんな簡単なもんじゃないよ。そこお願いします。いや、はじめは後ろ向きだった乳業メーカーだったが、桃子の熱意は強く、絶対管理だけはちゃんとしましょうね。それは絶対お約束します。じゃあやってみますか。はい。互いの製造工程を厳しく管理することを条件に協力してくれることに。さらに、どう？米麹の存在感があっていいけど、子供が嫌がりそう。でも女性はこれ買いそう。そう？パッケージもおしゃれにしたら私は買うな、ね。女性従業員の意見を積極的に取り入れ、商品の開発に生かした。そして思い立ってから3年、そんなにかかるんだ。タブーを破った新商品甘酒ヨーグルトが完成した。この甘酒ヨーグルトの売り上げはどうだったんですか？こだわりのある高級スーパーさんが 目をつけてくれたり、ね、今までお酒やったら載ったことなかったような有名な雑誌とかに載ったりして、もう発売からずっと、もう勝手に売り上げが上がっていく、もういい商品になりました。すごいの集め。おいった。わあ、美味しい。はあ、ほんまやな。もうすぐ美味しい。あら、美味しい。美味しいな。ちょうどなんか本当いいぐらいの感じで甘酒とヨーグルトが、うん、ね、混ざり合ってますよね。融合できてますよね。できてる。これ本で言うたら甘酒入ってる分体にね、美容にも体にもいいってなったら、こっちの方がええやんってなるよね。そこから西山酒造場は怒涛の快進撃。全部ラベルもなんかものすごい。ぶどうのリキュールやジンなどの洋酒も積極的に製造し、こちらも大ヒット。気づけば日本酒以外の商品が売り上げの半分以上を占めるようになっていたんです。そんな数々の型破りな商品を作って酒蔵を立て直したおかみが次に取り組んでいるのが、これ何なんですか？明治時代の酒蔵をリノベーションして作った発酵の複合施設なんです。オープン前なんですけど、よかったら特別にご覧ください。館内は広々とした吹き抜けの空間になっていて、1階には麹を使ったスイーツを販売するカウンター、さらに奥には麹を使った料理やドリンクを提供するカフェスペースが。
2階には1日1組限定で泊まっていただいて私たちの日常を体験していただける宿ができます。地元の方も日本の方も来ていただきたいんですけれども、インバウンドの方に酒造り楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。この丹波の自然と地域に支えられて、ここで私たち180年酒造りを続けてこられたので、酒造りとかこういった観光施設で恩返ししていくっていうのがこれからの目指すところです。歴史ある伝統の殻を破り、老舗に新風を吹き込む女性たち。マネー賢者によると、そんな女性は関西に限らず全国にいるそうで、全国に結構いらっしゃいます、うん、はい、例えばですね、こちらです、うん、明治27年創業の竹下製菓さん、はい、主軸はですね、ブラックモンブランというアイスクリーム。あー、ね、え、知ってます？駄菓子屋で食べたことあるかな。これ関西だと有名なのはチョコバリなんですけれども、九州はこのブラックモンブランがもう皆さん一択というかですね、あの九州の方は誰知らない人いないと、うん、そこで5代目社長を務めるのが竹下真由さん。もともと外資系のコンサルティング会社で働いていたものの、2016年家業を継ぐ形で社長に就任。ここでとんでもない新風を吹かせるのです。それがブラックモンブランがこの先も売れ続ける保証などないという考えからですね、2020年、埼玉県のアイスクリームメーカーのスカイフーズさんを買収します。買収してる。その2年後、岡山のですね、生クリームパンで有名な清水屋食品、こちらも買収してる、これ新幹線の駅で見るやつや。全国規模に事業を拡大させたことで、グループ全体の売り上げを6年前の2倍に押し上げたのです。他にもいらっしゃいますか？はい、もう一個ご紹介したいのが、年間ですね、1000万人の参拝者が訪れる福岡の太宰府天満宮、こちらの参道でですね、1948年から看板を掲げているのが和菓子屋のですね、梅園菓子所というお店なんです、はいはい、こちらの12年前から、社長を務めているのが佐藤真理さんという。わかるわかる。そんな笑顔の社長ですが、3年前にはコロナ禍でやっぱり状況が一変してしまいました。うわ、はい、で、そうですね、もう本当に閑散とした形になりまして、うん、このままではダメだと。そこで佐藤社長が取った伝統を打ち破る改革とは。このままではダメだと思いですね、店舗を50年ぶりにリニューアルしてですね、うわ、思い切ってる。はい、その改装費用の一部をクラウドファンディングだと。うわ、クラファン、はい、うん、でその結果ですね、1ヶ月の期間で支援者がですね、399人から総額573万5000円を調達。なるほど、新しいことにどん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 いきますね。そしてリノベーションを行うと、昔の面影を残す張りがかっこいい、エモいと若い世代にも人気に。客層も変わり、売り上げも大幅に上がったそうです。